健康増進課の伊香畑です。増渕です。栃木市では令和6年度から新しく帯状疱疹ワクチンの予防接種費用の一部助成が始まりました。帯状疱疹とは神経に潜伏感染しているウイルスが加齢や疲労、ストレスなどで免疫力が低下した際に再活性化して発症するものです。主な症状は皮膚の痛みと水疱ですが、まれに痛みが数ヶ月から数年間継続してしまう PHN 帯状疱疹後神経痛になることがあります。帯状疱疹ワクチンは2種類あります。水痘生ワクチンと帯状疱疹不活化ワクチンです。女性の対象者は栃木市に住所のある50歳以上の方、女性額は水痘生ワクチンの場合は1回接種で4,000円、帯状疱疹不活化ワクチンの場合は2回接種で1回あたり1万円を2回助成します。市内医療機関で接種の場合はご予約の上接種してください。窓口では助成額を差し引いた額をお支払いください。市外の医療機関で接種を希望される場合はご予約の前に健康増進課感染症対策係までご連絡ください。続いて、令和6年度末で公費による接種が終了してしまう HPV ワクチンのキャッチアップ接種についてお知らせいたします。平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性の方は、子宮頸がんを予防できる HPV ワクチン接種を個別にお勧めする取り組みが差し控えられていた時期にあたるため、ワクチン接種の機会を逃した方がいます。こうした方に令和4年度から3年間キャッチアップ接種を行っており、令和6年度はその最後の年になります。 HPV ワクチンは3回接種する必要がありますが、3回完了するためには約6ヶ月間かかります。接種を希望される方はお早めの接種をご検討ください。子宮頸がんは若い年齢層で発症する割合が比較的高く、原因はヒトパピローマウイルス HPV に感染することと考えられていますが、予防接種をすることで HPV 感染を防ぐことができます。ただし予防効果のある一方、ごく稀に重いアレルギー反応や神経系の症状などが出ることがあります。厚生労働省のホームページなどから効果やリスクについて正しく知っていただき、接種についてお早めにご検討ください。よろしくお願いします。警防課の深津です。令和5年中の救急出動件数は過去最多となる8043件を記録し、前年から1012件増加しました。この状況により救急隊の数が逼迫する事態も発生しています。旧岩船町と合併後の平成27年から令和5年までの救急車の出動内容から増加の要因を考察したところ、環境因子の変化による熱中症等の増加、新型コロナウイルス感染症の5類移行による市民の行動の変容、高齢者世帯の増加を背景とする救急需要の増加が挙げられます。また救急搬送された方のうち、入院を要さない軽症と判断された割合が全体の 44.5% でありました。消防本部では通常7体の救急隊を運用しており、要請を受けると対応可能な最も近くの救急車が出動しますが、要請が重複した場合、遠くの救急車が向かうことになるため到着に時間がかかってしまいます。症状が悪化する前に早めの受診にご協力していただくなど、本当に必要としている人のために救急車の適正利用をお願いします。ただし急に意識を失った、胸が苦しくなった、呼吸が苦しくなったなどの緊急を要する場合は、迷わず119番で救急要請してください。